大江戸もののけ物語は特集ドラマシリーズとして NHKBS プレミアムで2020年7月17日から8月14日まで金曜20時から20時59分に放送された時代劇連続後は荒又博士の妖怪監修により寺子屋教師と妖怪の二人の交流と成長をファンタジックに描く川崎泉作主演は本作が 時代劇初出演の岡田武史、本郷奏太が妖怪役で共演した。各話放送後、光 TV および DTV チャンネルにて配信された。2021年9月11日から NHK 総合土曜時代ドラマで放送予定。寺小屋で教える新海一馬は、旗本の次男坊で、心が優しく気が弱い。剣術も、増えてで取り柄もないが、 幼少地蔵に閉じ込められた際に暗闇に潜む異形の者のに救われたことをきっかけに妖怪の存在を信じ妖怪研究に密かに打ち込むようになった。わんぱくな子供たちに手を焼くカズマの寺小屋は学級崩壊状態でお天場で勝ち気なおひなのみんな先生の言うことを聞いての一括にいつも救われていた。そんなある日、カズマはおひなの様子がおかしいことに気づき 廃屋の中で不思議な火炎時に話しかけるおひなに出くわす。おひなから手渡されたまが玉をカズマが手に取ると時は、突如怪しく変容して妖怪、天の邪が現れ、紐を冷やすカズマの傍らで、おひなは死んだ母に会って、一言謝りたいと願いを打ち明ける。おひなの願いを知ったカズマはその願いを叶えるため、天野邪悪や他の妖怪たちと共に行動を始める。 ありがとうございます。